イザベル・ドロベルは、フランス出身の女性元フィギュアスケート選手。2008年世界フィギュアスケート選手権優勝。2007年ヨーロッパフィギュアスケート選手権優勝。2002年ソルトレイクシティオリンピック。2006年トリノオリンピック。2010年バンクーバーオリンピックアイスダンスフランス代表。パートナーは、オリビエ・シェーンフェルダー。双子の姉妹は、 フィギュアスケートアイスダンス選手のベロニク・ドロベル。フランスのクレル・モンフェランに生まれ、6歳でスケートを始めた。1990年にオリビエ・シェーンフェルダーとカップル結成し、1994から1995年シーズンの世界ジュニア選手権で初出場ながら4位となる。翌1995から1996シーズン、フランス選手権。 ジュニアクラスで優勝し、世界ジュニア選手権では2位となるなど頭角を表した。翌1996から1997シーズンより本格的にシニアクラスへ移行し、ISU グランプリシリーズに参戦を果たした。1997から1998シーズンからは世界選手権及び欧州選手権に出場するまでになったが、成績は振るわなかった。 2002年、オリンピック初出場となった、ソルトレークシティオリンピックでは16位に終わる。2002から2003シーズン、ISU グランプリシリーズのラリック杯で2位となり、フランス選手権では初優勝を果たした。2003から2004年シーズンには、グランプリファイナル進出を果たし、2005年、欧州選手権では、初の表彰台となる3位となるなど躍進する。2006年、 二度目のオリンピックとなった、トリノオリンピックでは、コンパルソリーダンスで7位と出遅れたものの、フリーダンスでは2位となるなど巻き返し4位入賞を果たした。翌2006から2007年シーズンには、2007年、欧州選手権で初優勝、2007年世界選手権では、自己最高位体の4位となった。2007から2008シーズン、オンドレネペラベモリアルで優勝。地元、 フランスで開催された ISU グランプリシリーズのエリック・ボンパール杯ではグランプリシリーズ初優勝を飾り、次戦の NHK 杯でも優勝を果たし、5シーズン連続5度目のグランプリファイナル進出を決めた。グランプリファイナルではオリジナルダンスで自己最高得点を更新し、総合で3位、初のメダルを獲得した、全年度チャンピオンとして迎えた欧州選手権では、 オリジナルダンスを終え主位となっていたが、フリーダンスで逆転を許し2位に終わった。世界選手権では、コンパルソリーダンスから主位を守り続けて、パーソナルベストを更新し、初優勝を飾った。ちなみにこのシーズンのフリープログラムは、フィンランドの振付師、ヨルマウォティネンによるもので、手話を大胆に取り入れた実験的なものであった。優勝を重ねた2008から2009シーズン。 グランプリファイナル以降は悪化した肩の治療のため、大会出場を見合わせていたが、2009年4月に交際しているルドビクルートの子供を妊娠したこと、6月に結婚すること、また9月の出産を経て、翌2月の2010年バンクーバーオリンピックに臨むことを発表した。バンクーバーオリンピックの後、現役を引退し、プロスケーターとして活動している。ありがとうございます。